毎度リードです。今日ね、1月の1日、今10時ぐらいかな。あ、新年なったばっかりですわ。なったばっかりかよ、分からんけど、まあ何し、明けましておめでとうございます。皆様、去年はね、まあまあまあいろいろ YouTube も頑張ってたんですが、なかなか思うようにいかないこともあり、今年はもっと頑張ります。またまた今年もよろしくお願いします。で、まあ去年と同様、年始に、今年の目標を僕毎年書くんですよ、紙にね。で、紙に書いて、それをまあ、玄関とかトイレとかに貼って、毎日それを見て、ああしていこうかな、こうしていこうかなっていうのをずっと考えていくために書くんですけど、でまあ去年の、目標の紙の振り返りと今年の目標とやってるんで、ちょっと振り返っていきます。2021年の目標、こんな感じですね。見えるかな。一応一番上からいきますわ。熟成寿司2店舗目の物件取得、これはできへんかった。できへんかったというよりかは、その今現状飲食店の店舗って、まあ、コロナで潰れていってる、いくっていうのが予想されんねんけども、給付金があまりにも出すぎて、今年はそれなりになんかね、物件が出てこなかったっていうのが理由の一つがあるっすよね。だから今年の11月12月でも給付金止まってるから、多分やけど来年体力ない店はガンガン潰れていってくれるんで、それをチャンスと捉えて、来年やっていこうかなって感じですね。今年は、去年か、もう今年じゃないな、去年はだから2店舗目の取得は無理でした。これはちょっと目標達成できず。で次、3月までに正社員1名採用っていうのは、年明けてすぐぐらいにインスタのストーリーやったかな、すぐじゃなかった、 1月末ぐらいにストーリー上げたら、うちのおにぎりくんが社員で来てくれたってやつね。これはまあすぐなんか達成できました。これはラッキーでしたね。でも10月に法人化っていうのは、ほんまにこの通り、10月1日に法人設立できた感じですね。まあまあこれは良かったかなって感じ。で、次、家族で海外旅行。これは、まあ、物理的に無理やろ。コロナやし。うん。これ無理やったから、家族で海外旅行じゃなくて、もうコロナで無理やったから、この国内旅行に変更したって感じかな。まだ国内旅行でどこ行ったか、もうなんかコロコロ行ってたから、あんまりどこ行ったかとかもあんま覚えてないんだけど。で次、両親にお互いにね、僕の親もせえし、奥さんの方の親もやっぱり、何が何や、何やるよお前、やかましょうお前。だから、京都と三重、うちの親父おかんは京都で、奥さんの親は三重に連れて行ったというか、まあ一緒に行って楽しんできました。これは達成やね。次はこれな、これ行きたかったけどな、 YouTube の1万人登録、これ結局7146人止まりやねんけど、これも僕原因分かってんすよ。結局もう YouTube の登録数って、動画も頻繁に頻繁に上げていかんと伸びていかへんねん。で、まあほんまで言うたら最低でも1週間に1回やっぱ動画投稿上げとかなあかんねんけど、まあこれ言い訳やねんけど、正直ね。まあまあお店もそれなりに月を追うごとに忙しくなっていってて、で、この動画撮ったりとか、編集したりっていう時間を自分の中でうまいこと作れてなかったっていうのが一つですね。まああと途中なんか一瞬もうなんかちょっと飽きたなっていうのもあって、なかなか動画を上げ続けれることがコンスタントにねできなかったっていうのが原因だから、今年はそのちゃんと頻度でガガガッと上げていけば必ず伸びていくチャンネルやと思うんで、それはやりきります、頑張ります。で、次、この YouTube も、これもちょっとちょけすぎたな。YouTube 月間収益、次50万。まあ、これなんか、
目標書こう思った時に、まあ、とりあえず50万ぐらいって書いとけみたいな。で、何の、あれもなく、適当に書いた50万。だから、それは達成もできへんわっちゅう話よ。50万達成するためにはどうしたらいいかっていうのも、考えんと別に書いたから、ただ書いただけやな、これ。意味もない。こんな目標の書き方したらあかんわ。で、マックス、月5万円。YouTube からね、収益やったけど、やっぱり、ブレあるな、YouTube は。結局再生回数やから、5万の時もあれば、1万の時もあるし、1万の時ないな。まあ、最低2万。まあ、平均的に収益出てますわ。でも7000、うん、やっぱ再生回数が俺、そんな多ないから、結局月2、3万やね、やっぱりね。それを、まあ、もっともっと伸ばしていかなあかん。ってなったら、やっぱり投稿頻度やねんな、結局。いっぱい上げとかなね。いっぱい上げた分だけ再生回数伸びるから。それで収益が来るって感じね。だから月、もう毎日上げてて31本上げたら、全然収益変わってくると思うわ。やればやる分だけ収益伸びていくっていうのが、まあ YouTube のええとこやね。逆にやらなかったで自分に失敗返し返ってくるから。結局、まあ店の経営も一緒やね。で次、この会、家族。これ良かったわ、ほんま。家族と社員、アルバイト全員で、旅行。これも YouTube に上げた通り、京都行ってきて。で、これは達成できてめちゃくちゃ良かったかな。で、この時ね、アルバイトのスタッフからも、僕の12月14日誕生日の、なんかサプライズもしてくれたし、ほんまになんかね、家族と社員と、アルバイト全員で旅行行けたっていうのはめちゃくちゃありがたいですね。まあコロナ禍やったけど、コロナ終わってから行ったんかな、ちゃんと緊急事態とか全部開けた11月の半ばに行ったんかな。まあだから全然ね、良かったっすわ。だから2021年の目標に関しては 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6,7,8 個目標あって、達成したんが 1,2,3,4 4個だけ。全然上がんな。うん、4個だけか、マジか。まあせや、まあこれもう月間50万だから、もうこんなん一つに入れてあかんよな。むしろ、まあ2021年目標はちょっとなかなかね達成できてない部分もあったんで、それを踏まえて、今年2022年の目標はね、ちょっと順番に発表していきますわ。これも YouTube であげるから、自分にプレッシャーかけて、ぜひ今年達成していくようにします。まず一つ目、熟成寿司の2店舗目の、1ヶ月の純利益、これを100万達成。っていうことだね。まず2店舗目も出してないのに、あえて1ヶ月の純利益を100万達成っていうのを掲げてるんですよね。イコール2店舗目をもう絶対出さなあかんよっていうことなんですよ。で、出してなおかつ軌道に乗せて1ヶ月で純利益100万ってことは、飲食店でだいたい1ヶ月の純利で100万出そうと思ったら、まあうちのベースやけど、うちの店ベースやけど、やったらだいたい売り上げが、なんぼあったら100万達成するか言うたら、350か400万の売り上げあれば、まあ十分100万の純利益で達成できるかなって感じなんですよ。うちまあ寿司屋で人件費も極力抑えてるというか、まあそんな人投入しないんで、僕のやり方は。だから純利益率っていうのがむちゃくちゃ高いね、うちの店っていうか、うちの会社は。他の飲食店とは全くやり方が違うんで、だから純利100万残そう思うてもそんなに難しい話じゃない。純利100万残そうと思ったら、普通の店やったら1000万、1200万ぐらいの売り上げがいるはずやん。下手したら1500万とか、それぐらい、飲食店って純利益っていうのは、利益率っていうのはめちゃくちゃ低いから、それをね、だからうちは400万ぐらいあればなんとか100万純利達成できると思うんで、これをね、まず一つ目の目標に掲げてます。第一。で、次、2店舗目で、売上1億で、営業利益を、利益率 30% 達成。
で、まあ、あんまり別に売り上げなんかどうでもよくて、結局。だから売り上げ目標掲げてる人って僕結構嫌いなんですよ。嫌いっていうか、売り上げいったからないやねんって話なんですよ、結局ね。売り上げ100億いこうが、1000億いこうが、1兆いこうが、結局いくら残ったんですかっていう話やから、要飲食あるあるで1億売ってるけど、その、利益が悪すぎて全然お金残ってない会社なんかなんぼでもあるし、だから、売り上げなんかどうでもいい正直。うん。どんだけ利益を残すかやから、結局、店も会社も。だから、まあ、でも一応分かりやすく、1億達成っていうのと2店舗で。で、営業利益率が今年、今期に限っては、うちの店ベースで言うと 27%。あ、でもあれ入れてない。まあ、結局年 25% ぐらいか。25% ぐらい達成できてたから、もっともっと効率よく経営していけば 30% なんか全然達成できると思うんで。だから、まあ、原価と人件費。そこをちゃんとコントロールして、営業利益率ベースを 30% は必ずやっていこうと思います。さて、お前どんな顔、何の顔してんねん、お前。何ちゅう顔しとんねん、お前。見えとんねん、こっち。インカメで撮ってるから。こっちぽやーって歩いて。何喋ってんの思ってんのか、お前。なんか喋れや。何やねん。何何やねん。まあ、よ。ほんで次ね。こちらです。年に2回社員とアルバイトスタッフで、慰安旅行に行くと。去年はまあ1回行ってんけど、まあ、京都か行ってんけど、今年は頑張って2回に増やします。で、まあ大体1回のその京都の社員の旅行とかってやっぱり 40-50 万ぐらいかかるわけじゃないですか。まあ人にもよりきりやけど、ってことはまあ人数も来年今年増えるやろうし、まあ社員旅行だけで、まあまあまあこんだけお金かかりますよっていうのが大体予算で見えてるんで、そうするためにはね、店の運営としていくら売り上げいる、いくら利益残さ、どないしゃもうんこしゃんのお前降りる降りようか、降りたいやん、降りてもうどっか行っといて、はい、パーってははは、何がははは、やね、はい、いといていといて、バイバイ。うん、で、まあそのベースが見えてるんで、逆算して、頑張って稼いでいこうかなと思います。社員旅行行く分のね、利益を。で、次、家族で海外旅行。これまあ去年はね、コロナで無理やったから、今年は必ず1回ちょっと海外行ってみたいなっていう。まあ将来的にも海外の店舗を出していくんで、その視察も含めて、やっぱり見ときたいですよね。まあ、日本だけでね、将来終わんの嫌やし、僕はあんま海外行ったことないから、なんかどんなんなんかなっていうのも、ちゃんと人生でね、やっぱり、そういう人生の送り方していきたいから、ちょっと今年こそは、海外旅行。まあ、別にどこでもいい、ほんまに。近くでもいいし、遠くでもいいし、まあそれはちょっとね、奥さんとも決めていこうかな思ってますわ。で、次やっぱりね、今年も両親に、国内旅行。俺はやっぱね、ちゃんと親孝行していきたいですよね、こういうところで。まあ、今年はね、どこ行くか分からへんけど、まあまあまあ、もうコロナも全然いけそうな感じやし、まあ今年もね、去年はまあ、京都、三重やったから、ちょっともうちょっと距離伸ばしたいかなって感じかな。うん、一泊でも二泊でもやっていきますわ。次、これね、YouTube 3万人登録。なんかもうちゃんとやってたら、3万人登録ぐらい全然いけると思う。うん、何を根拠に言うのか分からへんけど、これはでもちょっと、今年はやりきります。頑張って。とりあえずまあね、直近で言うたら、あれか、今7200人ぐらいやから、1万人はとりあえず、絶対に、行く。やりきる。そっからやね。なんか、周りの YouTube の子に聞いてたら、まあ、ある一定の壁越えたら一気に勝っていくらしい。行くらしい。知らんけど。で、次、まあね、YouTube の月間収益、50万。大丈夫か、これ、ほんまに。またこれ適当に書いてんじゃんの、これ。
知らんけど。まあ、おのずとね、毎日毎日ちゃんと、毎日じゃないな。まあ、頻繁的にちゃんと上げてたら、50万も達成してくる可能性もあるんで、可能性もあるとか言ってる時点でこれ絶対達成できへんわ。消そうかな。まあ、なし、3万人登録頑張るんで、今後も YouTube の応援よろしくお願いします。で、まあ、将来的にもね、将来の目標としては、まあ、大阪市内に10店舗と、東南アジア5店舗の熟成寿司のお店を作ることと、まあ、世界一周旅行って感じかな。まあ、これは40歳までには必ず達成してます。で、まあね、飲食業界のね、このマイナスなイメージを変えたいっていうのが、僕の一番の、思ってるところなので、根幹にある部分なんで。で、それをね、飲食が、飲食店で働いてるっていう子を、なんか誰もがね、羨むような職業にしていくっていうのが、僕のミッションなんで、こんな感じですね。で、まあ今年もね、必ず、必ずちゃうか。まあ去年は達成できなかった部分も、今年は必ず達成していこうと思うんで、皆さん今後も応援よろしくお願いします。また魚の動画とか、まあいろいろ、お金の話であったり、普段のね、プライベートとかも、ちょっと今年はちょいちょい YouTube 上げていこうと思うんで、よろしくお願いします。では、今年もよろしく、バイバイと見せかけて、こいつもよろしく。今おむつ替えてるとこでしたわ。万歳してみ。万歳。今年もよろしく。万歳。ほなねー。